こんにちは、授業準備 TV の梅子です。子どもたちが大好きなゲームやレグ、楽しんで行うことで子どもたちの息抜きにもなりますし、学習と絡めた内容にすれば学習の定着にもつながりますよね。隙間時間にできて子どもたちの学習にもつながるゲームは何かないかなとお考えの先生に向けて、今回は計算ゲームジャマイカをデジタル版とアナログ版に分けてご紹介します。このチャンネルでは先生に役立つ情報を毎日配信しておりますので、チャンネル登録お願いします。皆さんはジャマイカというゲームをご存知でしょうか？算数教具としても使われているのでご存知の先生方も多いと思います。ジャマイカは花のような形で黒いサイコロが2つ、白いサイコロが5つついており、手のひらで転がします。そして転がして出た2つの黒いサイコロの目の輪を5つの白いサイコロの目の加減乗除で作り上げて遊びます。例えばこのような問題があった場合、答えはこのようになります。算数の導入や隙間時間に行うのにおすすめなジャマイカですが、クラスで一斉に行うとなるとたくさんのジャマイカを用意する必要がありますよね。そこで投稿者の先生はデジタルとアナログをそれぞれ活用して、簡単にクラス全員でジャマイカを楽しむことができる実践方法を思いついたそうです。はじめにデジタル版スクラッチを活用した方法です。まずはタブレットを活用してスクラッチ版のジャマイカにアクセスします。授業準備ネットの投稿記事内にスクラッチ版ジャマイカの URL が掲載されていますので、 URL を共有することで子どもたちもアクセスが可能になります。スクラッチはアカウントなしでも楽しめるので、すぐに始めることができますよ。先生が電子黒板に表示してクラス全員で解いてみてもいいですし、子どもたちがそれぞれアクセスしてグループで楽しんでみてもいいですね。次にアナログ版画用紙を活用した方法です。まずは白の画用紙で1から6までのカードを5セット作ります。次に青の画用紙で1から6、緑の画用紙で10から60までのカードを作ります。出来上がったカードはよくシャッフルし、白のカードは裏面のまま教卓の上に置き、青のカードは1の位、緑のカードは10の位として裏面のまま黒板に貼り付けます。これで画用紙ジャマイカの準備は完了です。ここからは実際のゲームの流れについてご説明します。投稿者の先生のクラスでは授業の導入前や隙間時間にこの実践を行っているそうで、授業の準備が早くできた子どもに青と緑のカードを1枚ずつ引いてもらい、作る数字を決めているそうです。作る数字が決まったら次は白のカードの山札から5枚別の子どもに引いてもらいます。そして引いたカードを全て黒板に貼り付けたらゲームスタートです。制限時間は3分とし、先生は時間を計ります。この3分以内で一番たくさんの式ができた子どもの勝ちとなります。ゲームの制限時間は実践を行う学年やクラスの実情に合わせて決めるようにしてみてくださいね。デジタル版もアナログ版も子どもたちが楽しみながら集中して行うことができそうですね。導入するタイミングや実践に使える時間に合わせて使い分けてみてはいかがでしょうか。今回は計算ゲームジャマイカをデジタル版とアナログ版に分けてご紹介しました。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。